皆さんこんにちは、くるものです。今回は雪山のスニーカーというか靴についてね、お話ししていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、今日は1月の26日なんですけれど、数日前から全国的に大寒波が来ていて、関西はね、雪が積もっちゃいました。本当にね、雪が積もることなんてここ数年なかったので、非常にね、外に出ていくのに困りました。てか初日ね、ジムに行ってるものの1時間ぐらいでね、普通の天気やったのが外出たら雪景色になってたんですよ。もうほんま何が起こったんっていう感じやったんですけれど、雪がね積もった後の感覚っていうのを、完全に忘れておりまして、滑り散らかしたんですよね。なんでね、私も普段から、これだけスニーカーを集めておりますので、こんだけあったら雪道でも対応できるスニーカーあるんちゃうかっていうことですね。なんで私の持ってるスニーカーの中での雪道で対応するスニーカーの検証結果と、あとインスタグラムで皆さんに雪が降った時に靴何履いてらっしゃるかっていうのをアンケートしたんですよ。で、その結果約100名の方からご回答いただいたんですけれど、いただいた回答の中からご意見がね多かったものを5点をお話しできればと思います。いや、これせっかく買ったさ、ゴアテックス、これアッパーの素材はね雪に最強なんだけど、これソールがねツルツル点なんですよね。だからこれは多分ダメ。これが横から見たらギザギザしてそうやけど、どうなんやろ、このワンチャンいける。でもアッパーがスケスケやからなし。お、これね、スパイクついてるしね、これは有力候補じゃないと言いたいとこやけど、これもさ、アッパースケスケなんよな。これもなし。で、唯一これエアジョーダン1ローのゴルフ、これはね滑らんのちゃう。ちょっとこいつをお供に連れていきたいと思います。めっちゃ凍ってるけど滑んない。すごくないとはやっぱり帰り道でヤジョーダマンゴルフは試してみますけど、あんま濡らしたくないな。もう着きました。はい、ゴール行ってきます。よし、うわ、強っ。ちょっと待って、強いよ。お、いい感じ、いい感じ。すごい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 。あ、滑るんだ。スッたら滑るけど、すごい、全然滑んない。あ、若干滑った。はい、という感じでですね、意外とエアマックス、トライアックス、あちらのね、ソールも雪道では平気でした。多分無理やろうなと思って履いて出たんで、あのぐらいのね凹凸でも大丈夫なんだっていうのは、ちょっとびっくりでした。ただ、こちらのスニーカーに関してはもうアッパーがね布系素材ですので、アッパーの素材的にはちょっとあんまり向いてないのかなっていう感じです。で、2足目履いてたジョーダンゴルフ、もうあちらはねソールは完璧でした。擦ってしまったらねそりゃ滑りますけど、全然歩きやすかったです。ただアッパーがねレザーっていうことで、あんまりね濡らすの良くないと思いますし、雪は汚いので汚れちゃうということでですね、積極的にね雪道で履くのはちょっと嫌やなっていう感じですね。そんな感じでした。はい、続きまして、インスタグラムでねアンケートさせていただいた雪道でおすすめのスニーカー5選お伝えしていきたいなと思います。いやー、本当にねたくさんのご意見いただきまして、全部ねお伝えしていきたいところなんですけれど、回答が5つ以上あったっていうのがちょうど5種類ございましたので、そちらの発表をしていきたいと思います。まず1種類目は裸足。いや、もうふざけてんのかと。これ回答されてる方6人ぐらいいましたからね。もうね、さすがなんですよね、雪だけに。はい、気を取り直しまして、まず1種類目、サロモンのトレラン用のスニーカーのゴアテックスバージョンです。こちら非常にたくさんの方からご意見いただいたんですけれど、スニーカーの種類としては XT5、XT6、あと X ウルトラです。3足に共通して言えるのが、ハイキングだとか、トレッキング向きということで、山道が歩きやすいように非常にソールのグリップ力みたいなのが高いみたいです。安定感だとかホールド力も非常に高いっていうことで、そこでね人気があるようです。
XT5-6 に関しては去年かな流行ってたみたいで、結構アパレルショップに置いてあったりですね、ファッショニスタの方々の中で結構流行してたモデルです。でお値段はこんな感じということでね、非常にいい感じのね価格帯でございます。もうこちらの魅力はね、まあ、雪道でも使えるんですけれど、冬以外でも全然ね履いて出れるものなので、都会に行った時にね試着をして、こちらはね私も買いたいなとは思ってます。はい、で2種類目はナイキの ACG のスニーカーです。スニーカーの種類としてはドッグマウンテン、エアマーダ、ズームガイアドームゴアテックスということです。はい、この ACG というのはオールコンディショニングギアの略で、直訳するとですね、あらゆる状況に対応するギアということなんですけれど、まあ要はナイキの中でも悪天候だったりアウトドアでですね使われるような、そういう作りで提供しているのがこの ACG ということみたいです。まあそういうコンセプトのもと作られたスニーカーっていうことで、雪道でも難なく歩けるよっていうようなご意見をいただきました。中でもズームガイアドームゴアテックスは最近発売したばかりっていうことでですね、ゴアテックスっていう名もついているので非常にいいなと思ったんですけれど、まあお値段が非常にいい感じでした。はい、3種類目はザ・ノースフェイスのヌプシブーティーです。ヌプシブーティーはショートとノーマルの作りがあるようです。保温用防水ウィンターブーツということでですね、暖かそうやし、ソールもねちゃんと凹凸があるっていうことで、まさに雪道用に作られたブーツです。はい、こちらに関しては、まあ、冬限定っていうところはあるんですけれど、お値段、まあ、高いんですけれど飛び上がるほどではないっていうことでですね、寒さが苦手な方だとか、まあ、非常にね寒い地域にお住まいの方とかは非常にねいい履き物なんではないかと思います。はい、4種類目はワークマンが発売している防寒ブーツケベックです。いや、まずねこちら防寒機能がついているだけのブーツなんですけど、お値段1900円、安すぎます。でここにですね強接耐滑機能を加えても2900円っていうことで、いやほんまね安すぎます。雪深すぎるとね、もうファッションに気使ってるところじゃなくなるじゃないですか。しかも雪汚いしね、機能的で安い、非常にね雪道でいい履き物なんじゃないかなと思います。そして最後、一番多かったのはエアジョーダンシリーズのハイカットゴアテックスです。エアジョーダン1、5のねゴアテックスっていう風にお答えられてる方が非常に多かったです。もう私がですねスニーカー好きのチャンネルっていうこともありますので、結果こうなっちゃうんですよね。5のゴアテックスっていうのが先日買ったねこちらになるんですけれど、アッパーはねゴアテックスということで、非常にねあの水や、まあ、汚れなんかにもね強いような感じになっているんですけれど、これソールがね結構ねツルツルなんですよね。なのでね私はちょっと怖くて履けなかったです。ただね北海道にお住まいの方々によると、履くものも大事なんですけど歩き方がね大事みたいです。コツはペンギンみたいによちよち歩くっていうことと、あと足のね内側に力を入れて歩くのがいいみたいです。なのでね雪が積もっていようが、いつものようにねあのスニーカーを楽しみたいっていう方なんかはね、この歩き方参考にしてみられるといいんじゃないでしょうか。はい、以上が雪道でも対応できるスニーカー5選でした。非常にねたくさんの皆さんご回答いただきまして本当にありがとうございました。私は何を買おうかな。結構ねスニーカー持っていて、もう改めてね見たけれど、やっぱりね雪道に対応してるスニーカーってね一足もなかったっていうことなんですよね。いやほんまにね機能面も気にして今後はね買っていこうかなと思うんですけれど、多分ねこれ買ったら一生雪降らんやけど、サロモンに関してはあのずっと欲しいなって思ってたので、都会に行った時に試着して買いたいなと思います。ということで今日の動画終わろうと思います。じゃあねー。